皆さんこんにちは。不動産テックコンサルタントの牧口です。本日はですね、女性が大活躍ということで、アメリカの不動産取引のマーケットにおいて、テクノロジー企業とリアルの企業で、女性エージェントがいかに活躍しているかというテーマでお話しさせていただきたいと思います。アメリカの最大手ポータルジローがですね、女性のスタッフの方が男性のスタッフよりもパフォーマンスがいいという報告をしました。2019年第2四半クォーターの段階で、ジローの従業員は4,880人で、そのうち女性スタッフは 42% なんですね。ジローが発表したサスティナビリティレポートによると、女性のスタッフの方が男性よりも 1% パフォーマンスが高いっていう報告がされています。1% ぐらいがあると思われるかもしれませんけども、全産業と比較すると不動産業は女性にとって非常にパフォーマンス発揮やすい業界だったことがわかります。こちら2017年アメリカの国税調査の報告なんですけれども、女性は男性よりも 80% ぐらいのパフォーマンスしか発揮できないみたいな、そういう報告がされているわけですね。一方ではジローでは、1% とはいえ女性スタッフの方がパフォーマンスが高いということになっています。他の企業も見てみましょう。2017年の12月にですね、ソフトバンクから時価総額2200億円ということでですね、450億円を調達したコンパスですね。こちらでも女性の活躍は目立っています。コンパスってのは分かりやすく言うと、不動産ブローカーの高級版みたいな、まさにウィーワークみたいなオフィス、おしゃれなオフィスにですね、フルコミッションで、エージェントが稼ぎやすいみたいな、そういうビジネスモデルのブローカーになってまして、リマックスグループだとかからですね、高額なストックオプションとか、移籍金払ってですね、優秀なエージェント引き抜くっていう、そういうビジネスをやってるところで、テクノロジー会社ですとは言ってるんですけども、ちょっとその本当にテクノロジーかみたいなことは疑問視されてるわけですけども、そうは言っても非常に急成長してる企業ですね。コンパスでは、見ていただいてわかる通り、エージェントの約 50% が女性になっている。ということですね。さらに重要なことには、経営陣の 50% も女性だということで、非常に女性が大活躍しているわけです。さて、アカデミックな研究でもですね、女性の優位性ということは報告されています。こちら2012年の論文になりますけど、Broker Beauty and Bone, A Study of Physical Attractiveness and Its Effect on Real Estate Brokers, Income and Productivity ということで、ブローカー、不動産エージェントのですね、美しさだとか、外見的な魅力というのがですね、影響を与えますと、不動産ブローカーの収入だったり生産性だったりっていう、そういう調査分析ですね。こちらの論文では、男性のエージェントは女性のエージェントよりも低い住宅価格を提供する傾向があると。魅力的なエージェントは、そうでないエージェントに比べて 10% から 15% 多く稼ぐみたいに報告されているわけですね。アンダーウェイト、ちょっと痩せてる女性は、太ってるオーバーウェイトの女性よりも平均して稼ぐ額がかなり多いみたいな分析もされています。じゃあ昔から女性が活躍できてたのかというと、そういうわけでもないんですね。不動産ビジネスに関わる法的な整備がされたのは1840年なんですけど、最初の女性エージェントっていうのが登録、全米不動産協会に登録できたのは1910年ですよね。かなり遅くなるまでですね、女性エージェントっていうのは不動産業界の中に存在してなかったわけですね。1980年代くらいまでは男性の共同署名がないと女性は家を購入することすらできなかったので、今の状況っていうのはかなりですね、躍進してるんだなっていう感じですね。NAR の2017年の調査によると、不動産ブローカー全体のうち 56% は女性ですし、フルタイム販売代理店だと 63% が女性、パートタイム販売代理店だと 69% が女性っていう報告がされています。圧倒的に多いですね。じゃあなんで女性これだけ多いのかというと、女性の持っている能力になりますね。女性は、もともとマルチタスクが得意ですし、共感力、シンパシー、すごい高いと、あと観察力も高い。自己主張がさりげなくて嫌味がないみたいなところで、これ不動産ブローカーにうってつけなんじゃないのって話ですよね。特にアメリカのマーケットでは、ローカルエリアとのネットワーク、例えばホームパーティーとか開催してですね、地域の人たちとのコミュニケーションを作ってネットワークを作るみたいなものが、ビジネスの結構、重要なパートを占めるわけですけど、そういったホームパーティーによるネットワークだとか、そういったところによる、事情通ですよね。あそこ旦那さん最近稼ぎいいらしいわよ、みたいな。あたち買うんじゃないかしらね、みたいな。そういう、事情通になるっていうのは、女性がもう生来持ってる。すべての女性がすべて、生まれながらして持っている能力なので、そういった能力っていうのは不動産ブローカーにとっても最大の武器になるわけですね。で、こちらトゥルリアのレポートなんですけど、アメリカの各州で女性のエージェントが多い地域がピンク、男性のエージェントが多い地域はブルーっていう風な形で分析した結果なんですが、もう見ていただいて分かる通り、すべてピンクですよね。これだけですね、女性のエージェントっていうのは躍進しているわけです。それは売り出し価格にも影響を与えます。
宇治州のすべての家に基づいて調査分析した結果、州ごとの男女のエージェントの平均売出価格だと、すべてのピンクの色の州で分かるようにですね、女性は男性よりも高い価格で、家を、まあ、市場に出す傾向があるってことですね。テクノロジー提供の側でもですね、女性の活躍が注目されるようになってます。いくつか見ていきます。オカビビジョンですね。こちら2017年サンフランシスコでマヤカルって方によってですね、創業された CRE 向けの AI データインテグレーションサービスですね。まあ見ていきましょう。Artificial Intelligence Design for CRE って書いてありますね。Boost your NOI in 1-3% across your asset property by automatically finding hidden improvement in your property's existing data。人工知能を使うことによって、あなたのポートフォリオの中で隠された改善ポイントみたいなものを、まあ、既存のデータを統合することによって分析しますっていうサービスですね。Okabe is cloud-based software as a service solution which seamlessly integrated with your existing infrastructure。まあ、ここ非常に注目されてまして、Okabe Vision はこれまでに250万ドル、シードラウンドですが、調達したということで記事になってます。他にもですね、注目が集まっている女性起業家みたいなのもいるわけですね。こちら、ハローアルフレッドっていうサービスですね。こちら、いろんなところで記事になっています。ジェシカ・ベックとマルセル・サポネがですね、2014年にニューヨークでハローアルフレッドっていうサービス始めました。一言で言うと、執事派遣サービスですよね。まあ、貴族っぽい生活がしたいっていうふうな、まあ、ニーズに対して答えるって話なんですけど、まあ、このネーミングの由来は、バットマンですね。バットマンに登場する執事で、アルフレッド・ペニーワースっていうのがいるんですけど、まあ、それにちなんでですね、ハローアルフレッドっていうサービス名にしてるんですね。で、一切合切の快適なサービスを提供しますっていう、まあ、売りですね。まあ、普通に執事をとかを雇ったら、まあ、膨大なお金かかるんですけど、ハローアルフレッドだとですね、週32ドル、まあ、約3800円。まあ、それぐらいやるとですね、まあ、執事みたいなサービス提供してくれますみたいなことで、まあ、ニューヨークの主要都市、ニューヨークだとかサンフランシスコだとかボストンだとか、まあ、そういったところでですね、サービス提供しています。まあ、32ドルのコースだとですね、週1回、まあ、買い物だとか、片付けだとか、洗濯だとか、まあ、そういったことをやってくれるっていう、まあ、稼ぐみたいなサービスですね。まあ、これ男性がやってるんですけど、まあ、そういった執事みたいな、バトラーサービスっていうことですよね。まあ、非常に注目が集まってます。ハローアルフレッドはですね、5回ラウンドしてるんですけど、合計で6350万ドルも調達してるわけですね。まあ、これだけ非常に今注目が集まってるビジネスモデル展開してるっていうことですね。まあ、見ていただいたら分かる通りですね、リアルの現場でもテクノロジーの現場でも女性の活躍っていうのは目を見張るものがあります。まあ、もともと先ほど申し上げた通り、女性っていうのは不動産取引において生まれながらにして適性があるわけですよね。なので日本の不動産マーケットにおいてもですね、今後女性がどんどん活躍していくような不動産の取引市場っていうのはですね、実現していくんじゃないかなというふうに思っておりますが、まあ、日本のマーケットでもですね、まあ、ちらほらですけれども出てきています。今後もですね、こうした、まあ、海外のマーケットの分析で日本の不動産マーケットに与える影響みたいな動画を作っていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。